243ウィンチェスタースーパー、ショートマグナムあるいは、243WSSM とは2003年に発表されたライフル実報である。300WSM の薬莢を短くし、さらに、243イン、6mm の弾頭を装着できるようにネックダウンしたもので効率の良さを追求した弾頭学設計の理念に基づく高速相談である。 スポーティングアームスアミュニションマニュファクチャラーズ・インスティチュートに登録されている正式な名称は、少数点を除いた 243WSSM である。ウィンチェスターは 243WSSM 弾薬の製造を中止しているが、2016年の上半期、ウィンチェスター、オーリンは WSSM 相談の製造と販売を行っており、 この製品は一定の間隔ではないが、定期的に製造されている。243WSSM は、223WSSM と、25WSSM を含むウィンチェスタースーパー、ショートマグナム群に加えられたもので、その背景には1955年に、ウィンチェスターが発表し安定していて、国際的に普及している。四十三ウィンチェスターのコンパクトで高速な、 バージョンを開発することがあった 243WSSM は2003年に最初に発表された。243WSSM の薬莢は非常に短く太い形状をしており、他のほとんどのライフル実法とは対照的である。火薬が薬莢に短く太く詰められることでより均一で効率的な燃焼が得られるという利点がある。弾道特性表によると、 ウィンチェスターは55グレーンの弾頭を使用した時の重工初速として4060フィート S という非常に速い速度を掲載している。またホジドンのリローリングデータによると速度は58グレーン弾頭でおおよそ4000フィート S から100グレーン弾頭でおおよそ3000フィート S という範囲で変動する。243ウィンチェスターよりも約10%以下の割合で パフォーマンスが向上している。この実報は通常バーミントハンティングで取るような小さな獲物に使用されるが、鹿程度の大きさの動物にも使用される。他の6ト、mm、ルのスポーツ用実報と比較したとき、243WSSM は AR-15 で使用できる。243WIN や6ートルレムのような他の6ト、mm、ル実報は、 AR-15 には長すぎるため AR-10 プラットフォームが必要となる。243WSSM は 243Win よりも3、8インチ短いためスーパーショートアクションのライフルで使用することができる。そのため 243WSSM のライフルはより軽く、より堅固で素早いアクションとなっている。 一般的に 243WSSM は 243W よりも10%速度が増加している。ありがとうございます。